機敏な時期を過ごし四季の色彩。はい、こんばんは。いや、ね、本当にね、最近この世の中おかしいと思うんですよ。本当に。で、何がおかしいかって、ありがとうとかごめんねとかももうないんですよ。で、もう携帯、これか、携帯スマホに依存しすぎて、もう普通のことがわかんなくなってるなって思ってたんですけど、でも、実はこれ、今のことが普通なことなんですよ。いや、携帯とか、パソコンとか、動画とか、なんかそういう情報に操作されてるのが普通なんですよ。だから、そもそも普通が嫌いなんです、僕。だから、普通じゃないことをやるっていうのは、真逆のことやればいいんですよ。だから、昔のことを今はやるようにしてます。もうそれしかないです、本当に。まあ、あとね、もうだいぶ元気になってきたんで、ほんとこれ言いますけど、もうね、もう本当にね、感謝だけはした方がいいよっていう人にね。もうどんなことがあっても、どんなムカつくことがあって、どんな嫌なことがあっても、ありがとうとごめんねを言って感謝をした方がいいよっていうことですよ。いいですか？そう簡単に騙されないですよ。で、騙す方はもちろんいけないんだけど、騙される側も頑張ろう。騙されないように頑張ろう。あいつらはもう騙してきてるだけだから。ほんと。で、悪口を言ったりする人もそう。もう悪口言ってるだけだから、構うのやめよう。もうこれ見てる人は、もう多分僕のことが好きか嫌いかどっちかしかないんですよ。もうそうじゃないと見ないから多分。だからね、もう思ったんです本当に。やるしかないんだよね、今。これ、本当に。かなり時代来てるよ、今。川越の商店街歩いても、この前までね、状況そんな変わんないのに、すごい人の量だし、結局、携帯に操作されてんだよね。本当に気をつけた方がいい。もう、ガラッと変わるから、ここ。何ヶ月で変わるんじゃないかな。本当に気をつけてください、皆さん。このね、困った時は来てください。なんか悩みとか、ある時はね、僕も今回、皆さんに助けてもらったんで。本当に苦しかったです。苦しい、悲しいことがありました。もう話そうかなって思います、それを。もう話しちゃおうかなって思いますね。結果今いいことだなっていうふうに捉えれてきたんで、何があったか話してもいいかなって思うんですけど、この情報発信するということは、ツイッターもインスタも全部、これもそうですけど、もう言っていいよってことなんですよ、誰かに。ツイッターでポンってやったら、誰かが言ってたよっていう人って絶対いるんで、むしろそれはありがたいじゃないですか、あの人が言ってたよっていうのって。だから、これ絶対言っちゃダメだよっていうのよくあるじゃないですか。絶対言わないでねみたいな。あれやめた方がいいですよ。言われるから、絶対。絶対言うもんだって。絶対言うもん。で、ちょっと言ってほしいっていうのもあるのかもしれない。もしかして。まあまあまあ、そんなんでね。なんかね、本当に。ね。頑張ってやっていきましょう。それでは、さよなら。また明日。